皆さんこんにちは、エンクリプトのラーラーです。この動画では仮想通貨に関する位置情報も活用しながら、できるだけ分かりやすく解説します。今回の動画ではテンセット第7のジェブ・ファルカナの IDO について解説します。今回の動画ではプレセールの参加方法と注意点について、実際にですねプレセールのトークンを購入する様子もですね撮影しながらですねご紹介します。オープンチャットを見ていくつかエラーで困っていらっしゃる方もいたので、つまずきそうな点4つも解消しながらですねご紹介していければと思います。ぜひ最後までご覧ください。前提となりますが、テンセットやファルカナについて知りたいよという方は以前動画を作成しておりますので、そちらをご覧になってから見ていただけるとよろしいかと思います。それでは本題に入っていきまして、今回はファルカナ IDO のラウンド1と、そして次のラウンド2の内容について見ていきます。注意点として期間が短くなっていますので、ラウンド1に参加される方は24時間以内ということで、明日の1月の9日の火曜日の16時59分までということで、夕方5時までにこちらをやる必要があるので、そちらだけ注意をしてください。 1TGLP あたり購入できるのは最大で 130USD テザーとなっていまして、後々も説明しますがポリゴンネットワーク上で用意する必要があります。今回の TGLP のラウンド1で余ったものについてはラウンド2ということで、明日1月9日の20時からファーストカムファーストサーブということで、早押し選手権で購入ができるという形になるそうです。 FR トークンのコントラクトアドレスは画面に表示されているものになります。購入する際にはテンセットの公式ページもしくは Twitter で紹介されているリンクから飛んで購入をしてください。こちらページ飛びますと、こちらのファルカナトークンというシンプルなこちらの UI の画面に行きますので、こちらにウォレットをつないで購入する形となります。ウォレットをつなぐ際にはメタマスクもしくは他のウォレットでつないでいく必要があります。セーフパルユーザーの方でウォレットコネクトでうまくいかなかった方は、こちらのメタマスクを選択してプロセスを進めるとスムーズにできるかと思うので、そちらを活用してみていただければと思います。私はメタマスクを使ってこちらを行っていきます。はい、メタマスクをつなぎました。そうするとですね、こちらの画面に飛びまして、プレセールの購入の締め切りの期間、残り20時間プラスという時間と、最大でですね購入できるのが 130.001USD テザー購入できる形となっています。今画面に出ている私は今 7USD テザーしかないので、こちら追加をしていきます。 USD テザーの送金について、私の場合は CX 中央集権取引所のビットキットを使って送っていきます。出金先のネットワークからマティック、ポリゴンを選択してこちらで送っていきます。遅くとなりますが、端数利がありますので、心配な方はですね130ドルプラスちょっと多めにしておくとよろしいかと思います。また今回はネットワークとしてポリゴン、マティックが必要となりますので、ウォレットにマティックがない方は数ドルですね、こちらを購入してウォレットに同様に送っていく必要があります。こちらも送る際にはネットワークをマティックに変えて送金する形となります。ビットゲットの場合だと最低出金額は10となっておりますので、だいたい8ドルぐらいは必要となってきます。はい、無事送金が完了して130ドル以上になりましたので購入していきます。私の場合マックスを押してインクリースアロワンスを選択します。はい、無事購入することができました。ロックされているのが約18,833トークンとなっていまして、今回はベースティングという形ですぐもらえるのではなくて、約6ヶ月後からもらえますので、ジュライ8ということで7月の8日から1年間の中でですね分割してもらえる形となっています。7月8日以降ですね、こちらクレームができますので、こちらトークンを受け取る形となります。なお FAR トークンのコンタクトアドレスは公式ありますので、こちらをコピーしてトークンインポートからカスタムトークンコピー&ペーストすると見れるようになりますが、まだですねトークンが発行されていないのでこちらインポートできないんですけども、これがですね上場した後はこれを押してですね見ることができるようになるかと思います。コントラクトアドレスの補足ですが、ウォレットにですねテザーであったりポリゴンが表示されないよという方は、コインゲコのサイトでですねそれぞれのトークンの名前のコントラクトという右上のところからこの点点点を押して、こちらのクリックトゥーコピーを選択すると、コントラクトアドレスを先ほどのように追加するとですね見ることができるようになるかと思います。メタマスクの場合はこれを選択肢でアドトゥメタマスクで直感的に追加することもできます。なおラウンド2の情報については明日の時間だけ分かっているのですが、詳細の内容はまだ出ていないので、関心がある方はツイッター等ですねリアルタイムで情報を見れるように用意しておくとよろしいかと思います。個人的にはですね1点残念なのが、今回は上場線がない形となっておりまして、アンロックされるのが6ヶ月後からという形で、これはちょっと邪推なんですけど VC が介入したからかなとは思うんですけども、テンセットの TGLP 以外のシードファイやマーケットメイキングプロも同様の条件となっているかと思いますので、プロジェクト全体としてですねエコシステム維持のためにリアスを防ぎたいというような意図があったのかなと思います。その一方で期待できる点としては、すでに販売が行われているファルカナのゲームで使えるフリーミントで行われた
NFT の価格が現在約 1.2 イーサで、合計出来高も750イーサを超えるという形で、かなり高値で販売されておりますので、まあ、世界的にですね、このプロジェクトに注目されているということがわかるので、今のビットコインがこの ETF 承認されるかどうかわからないよという状態であったり、4月にビットコインの半減期を迎えるというこのイベントも終わった後、7月にトークンをもらえるという形になりますので、私の個人的な期待としては、この悩みが解消されてですね、強気相場が始まったタイミングからですね、トークンをもらえることができればですね、嬉しい宝くじを買えたんじゃないかなと思っています。もちろんどうなるかわからないというところがありますので、皆さんのそれぞれのリスクの取れる範囲でですね、ご参考にしていただきたいなと思っています。以上、今回の動画が良かったよという方は、グッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いします。以上が今回の動画となりました。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されていない方は、登録をよろしくお願いいたします。また取り上げてほしい内容がありましたら、コメントお待ちしております。次回もお楽しみください。